花尾チャンネルで一番絵が下手なのは誰、第1回画伯ようやく言った。誰だ。はい、どうも、ジョジョ、ジョです。ジョです。ジョジョです。はい、ということで今回ですけど、はい、僕たちの LINE スタンプあるじゃないですか。あります。僕たちの LINE スタンプは、はい、まあ、花尾伝言であれ実はね、書き記した直筆 の、はい、あれなんですけど、まあ、あれで分かるように、はい、まあ、僕らね、絵の才能あるんですよ。あれは僕たち絵の才能がありました。あれは確かにお前にしか描けない。ということでですね、はい、今回の企画はですね、マコが出題をします。僕らの後ろでマコが出題します。一人それを必死で描きます。それのお題を書いて、僕らが当てるのを3問当てるまでの時間を競います。一番長くやってしまった人は罰ゲームがあると。おお、そういう企画でございます。それでいきたいと思います。だけどメイケドバスボーフィズアクリルガッシュ。はい、よ、花尾選手、はい、よーい、スタート。暇。ゾウ。え、ゾウ正解。うまくね。特徴とどうね、書いた時間マジで10秒ぐらいでした。今時間入ってますよ。え、時間入ってます、もうずっと。だから2問目からタイマーだけ。あ、タイマーだけ、そういうこと。いいぞ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 。ちょっとハンデくれた、ちょっとハンデくれた。これ、これ何それ。いや、お前あれやめて、漢字で書くの。漢字読めてないパターンあるんだ。いや、あの、イスラム圏で言われてるんですよ、黄金の。はい、これ。え、そうちゃん、そうちゃん、そうちゃん。え、すげえ。右目やば。たまらんかと思ったわ。嬉しすぎる。あー、これね。え、これ誰だっけ。タラちゃん。しゃーん。え、終了。いやー、うまいや、うまい。え、すごい。え、すごすぎる。え、タラちゃん、タラちゃんうますぎ。タラちゃんもこのクオリティで描くのはエグすぎる。いやー、俺あれか、でも絶対見たことあるもんな、これすごいわ。いや、これを悩みのそらちゃんと答えたキムは、お前ファインプレーすぎる。いや、これ俺わからんかった、一瞬わからんかった。ちょっとトランポリン、トランポリン。いや、トランポリン、トランポリン大事でした、それ。花尾選手、はい、3問正解に至った記録、はい、なんと2分27秒でございます。おお、いろんなタイムラスがあって、あれには早い。いや、だから早いわ。丁寧、丁寧なイメージはあると。いや、でもでもなんか今の感じ、あと10分でもう終わるんじゃこの動画。確かに。え、終わると思わへん。確かに、これ終わるよ。あと10分でこの動画終わる。いきまーす。はいっす。よーい、スタート。早っ。バナナセーフ。セーフ。セーフ。何読む。ええ、友蔵、友蔵。違います。誰だ。はい、キムさん、キムさん、キムさん、よし。ええー。お前の、お前の、お前の表現がすごい。うわ、ちょっと待って。3問、はぁ、はぁ、はぁ、鋼の錬金術師のあの、かわいそうな子。あ、分かった。あの、恐竜博物館。え、あ、リッカー。これ何。あ、まあでも概念的には伝わってくる。概念的には伝わってくる。途中の箱みたいなやつ。あ、箱みたいなやつ。頭上の箱。あ、はいはいはい。あの、わかったわかった。はい、トラ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 。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。わかったわかったわかった。あ、入った。三月期。いや、一休さんじゃないですか。屏風の虎です。ええ、どういうお題それ。意味がわかんない。屏風の中の虎を出してみろ、捕まえてみろって言うじゃないですか、一休さん。まあ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 。マジで。てか、なんでわかんの、なんでわかんの、お前。ということで、1周目、すん。はい。記録3分37秒。まあ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 。まあまあ早いっすよ。確かに。はい、では、次、ゲーム。はい。よーい、スタート。いきなり。はいはいはい。違うさ。うますぎ。それは超コスパいい、あのお客さんの先から。コスパ良すぎ。でもちゃんとあの一番の特徴をちゃんと、確かに非常にあのでもうまい、うまいですね。ああ、これはうま。おお、あ、確かにね。いやいやいや、ドラえもん。あ、おっと、おお、え、早っ、すごっ。これ負けましたよ、僕。記録なんと1分33秒でございます。おー、待って、これはすごい。引き運ありましたね。引き運、引き運あった。超引き運ありましたね。うまー。え、でも普通にうまい、キム。うまいな。でも僕あのスタンプ花尾さんと20個ずつ書いたって実績持ってますから。あの時でも花尾に俺うまいって言われてるんよね、逆に。では、レンガさん、よーい、スタート。
てでもなんか服の運びはね結構いい感じで出てる。何やったっぽふざけんなよ。あんな言わない。違う違う違う、何やしたらルーズだ。口に浮いてるやん、お前。口に浮いてるからさ。何やろ、それはやばいっす。髪つけ出してもらうわ、お前。鼻を正解。あんまわかんねえな。あんまわかんねえな。しかもその中炎みたいなやつね。炎みたいな生えてるやつ。それ後で解説する。YouTube。はい。ポケモンのあのナメクジみたいなポケモン。ナメクジ。ダニーズ。テムゾンビでドンビでドンビ。ちょっと待って。あ、いいぜいいぜいいぜ。ダニーとか。ここはもう。おっと、何が起こった。いやいやいや、また手生やすな。もう一回書いていい？もう一回書いていい？なんかさ、まともに4足ぐらい書いて。さっき今言ったやん、その足のあれできてます。足のあれ。いやいや、足のあれできてます。よーさー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 なんで羊じゃない絶対に羊なんですよ。羊じゃもっと絶対あるじゃないか。お前のテンパあるぞ、お前。なんか笑っとんもんな、こいつ。こいつ笑っとんもん、なんか。いやいやいや、やばやばいやいやいや、気持ち悪い。髪じゃないってことは多分女性を示している。あ、じゃあ、ノイリ、ノイリ。は？情報女性だけやっけ。お前そんなのよく物事ロジック的に見てんな、お前。羊はマジで、ノイリーはまあまあまあ、羊はマジで、まだいいとしても改変後と改変前がひどすぎる。それはやばい。なんで俺鼻折って答えられるかわからない。これちなみに何かわかる、これ。それだったら初め口が取れてると思って、あ、服洗いの完成前、一歩手前と思って。あ、てかそういうことで口が、それはうまいなと思って。これ何やと思う。タン。これ滋賀県です。やばっ。パティのコーヒーぐらいちゃんとしてください。しかもそれ炎吐いてるだけやろ。確かにね、これ炎吐いてるだけくるから。これだから滋賀県アピールしたんやけど、これ。じゃあちょっとノエリン書いてみてよ、ほんまに。ちょっとノエリン書いてみてよ。俺だってこれ別に悪くないことしてると。ノエリンはこんな感じです。うますぎるやろ。めっちゃうまい、めっちゃうまいよ。これめっちゃうまい。うまなんで。これやばくない。記録はですね、なんと、はい、大台乗りました。はい、なんと6分3秒でございます。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、知ってたっていう視聴者も多分いると思うんですけど。鼻を、2分27秒、つんが3分37秒、キム1分33秒、はい、僕が6分3秒ということで、はい、私、レンが、はい、罰ゲームを受けることになりました。僕が持ってきた企画で。僕が持ってきた企画です。知ってましたけど、ね。でしょうね。その企画、その企画は、そのお題を、僕が10個正解できるまで帰れませんという企画です。あーこれ序章に過ぎんかったこと。っていうのを今からやります。いやいや、僕らに被害が。これは俺の画力アップが大事やから、これ手伝ってもらうって感じ、要は。あー、いやー、罰ゲーム、よーい、スタート。ピンポン。もうさ、かわいそう、タコ。違います。違うか、バナナ、バナナ。違います。じゃあもうちょっとちゃんと書こう。いやいやいや、やばい。最初からちょっと変わってないですからね。いや、もうぶどう。おお、待ってたんや。クッキーみたいなあるやん。クッキーみたいなやつ。クッキーみたいなやつ。なんでやってるんだよ。ステッチつけんなお前。あ、これは伝えれそう。なんだ、死ぬほど。はい。あ、でもなんかちょっと可愛い。可愛い。手つけ、手つけ、手つけ。違います。豚違う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 
その選択しなかったな。はい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 それは危ない。それは危ない。完璧だった。特徴捉えたわけです。はいはい。さあ、アンパー、呼び乗り。危ねえ、危ねえ。引っかからない。危ねえ、引っかからない。引っかけ問題。引っかけ問題。髪型は何のヒントにもならない。だから、おい、いいなんすよ。いや、女性、多分女性なんで。バタコさん、バタコさん、ゆきゆき、お前、鷲田清和が謝るよ、もう。はい。いや、それはうまい。うさぎ。違います。違う、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 もう一回書けましょう。もう一回書けましょう。もう一回書けましょう。ひたいよ、ひたいよ。いやなんでなんやろな。あ、待って。え、ミッキー。正解。手袋か。はいはいはい。